ラジオイレブンはい始まりましたラジオイレブンドミニセトです瀬尾ですはいということで、えー、今週末も J リーグはすごい盛り上がりましたねはいまあ J1 はねもうフロンターレが優勝、まあ、先週 決まあ優勝争いという点ではちょっとまあ面白みっていうのはちょっとずなくなったのかなっていうのはありますけど、まあ、やっぱ ACL 争いであったりとかはい、はい、あとは残留争い、うんうん、っていうところらへんがねすごいやっぱまだまだ熱く盛り上がってるので,そうです、ね、やっぱ我らがガンバ大阪もねあのしっかり残留を ま,あ残りまだ3節残してますけどしっかり決めてくれたということで、はい、いや良かったですね本当にでも終盤ちょっとしっかりこう勝ち点が取れるようになってはいしっかり抜け出しましたねいやと思いましたどうなることかと思いましたはいここ3連勝でなんとか今乗り切って、はい、あのー、パトリック選手がハットトリックということで やっぱ取ってほしい選手が取ってくれるとね、チームとしては助かりますよね。そうなんですよ、なんやかんやで2桁、12点かな、もう今シーズン、なんんやはい取って、でね、パトリック・ハット・トリックっていうね、ちょっとラッパーが好きそうなね、ちょっと陰踏んでるんじゃないかっていう、パトリック・ハット・トリック。 えー、見せるトリックは、まさに、えー、ミスター・マリック。イェーイ急に、<laughs> 急にラップかされて僕のイェーパトリック。<laughs> ガン保険はアフラック。イェーイイこんな、か、<laughs> 1234? ある so c o o 強いっすねクっ <laughs> そしゃだね、これ。いや、え、すごいっすね。1,2,3,4で。よ <laughs> う出てきましたね。たすごい。ないい感じすね。ラッパー向いてるんじゃないですか,かこ,の向いこれで向いてるとか言ったら本業の人に怒られそうやけど。結構すごくないですか今の。<laughs> いやー いやこんなねもう夜12時のね深夜もう今から寝ようかなぐらいのテンションうすごかったですね今のいや頑張ったねいやまあまあこのねこの感じ頭回しながらねはいしゃべっていきましょうかまあ今日はえジュビロについてねもうここ最近かなり取り上げてますけどもう J2 から J1 昇格大手ということで はいはい、激闘の京都三加戦について取り上げたのであの、まあ、これからもジュビロについては取り上げようと思うんでチャンネル登録の方だけねはいぜひよろしくお願いしますお願いしますあ,あとチャンネル登録とだコメント欄にこのイン踏める単語いっぱいねあ今<ち> <laughs> 動画の感想とかじゃなくていやいやいやそっちをねやっぱうん陰踏める単語パトリックとこれ踏めますよみたいなうんいっぱい多分

とということで、えー、今日はねえっとジュビロ磐田対京都参賀についてのレビューっていう形で、はい、あの喋、ー、っていこうかなと思うんですけど、はい、まあ結果としては1対0で、うんはい、ジュビロ磐田が、まあ、後半ですねゴールを奪って、はいはい、勝利したということでどうですか、まあ、基本的には瀬尾君にゲームを見てもらったんですけどはい、はい、どうでしたか、まあ、全体的な、まあ、印象というか。 いや,でもやっぱりこうお互い能力のある選手が揃ってる試合だったので、はい、まあそのんか言い方が合ってるのか分かんないですけどなんかこう変なミスがないというかうしっかりとチームとしてこう追い込んで奪ったりとか逆にそういう相手の隙があればお互いついていくみたいな戦いでこう見ててこう なんていうんですかね、ストレスがないというか、おはいはいはい。単純にこう楽しく見れるような試合だったなっていう、やっぱレベル高いなっていう印象でしたね。まあ確かに、だからもう、まあまあ、このまま、まあ、普通にいけば、だって、この2チームが、来シーズンは J1 で戦うっていう中で、まだまあ、J1 の試合ですもんね、言ったらもう。<laughs> そ,うね、そうですよね、もう。はい、いや、だからまあまあ、単純に、まあ、選手のレベルとか。 あとはそこの戦術の浸透度みたいなのはすごい高かったっていう感じやと思うんですけど、うん、まあどうなんですかねまあ両方、まあ、まあ単純に強いとは思うんですけど、はい、まあもう単刀直入に、まあ、一歩ちょっとジュビロが抜け出した、まあ、そこの理由みたいなんてあったりするんですかね、はいまあ、この試合に関して言うと、はい、まあ一番の京都のこう良さとかははい、はい 強みっていうのを、まあ、岩田がこううまいことこう出させなかったというかほうそこに対してちょっと上回れたっていうのが、まあ、今回の試合ではのポイントだったかなとは思いますほうそれはどういうことですか京都のまず良さっていうのは何なんですか、まあえー、ボール保持から相相手手がこうまれたたっってなった時の取り返す スピードだまたは前線からのプレッシングっていうところでショートカウンターとかそうですねっていうのがやっぱり京都の強みなのかなとは思うんですけど確かにリバプール的なちょっと前のどんどん前から奪いに行ってそこ、ね、からショートカウンター仕掛けたりとかっていう感じですもんねはい、はい、っていうところだったんですけど<い>まあもちろんそういう流れの時間帯もあって たんですけど、はい、前半の立ち上がりとか。えーはい、でもだんだんこう岩田も慣れてきた中で、なん、はい、か、こう30分過ぎて、こう京都の、こうプレッシングがちょっと緩まる時間があるんですけど、はい、そういう時間とかに、まあ、こう岩田が京都のプレスをかわして、ルキアンまで届けたりとか。はい、逆にこう京都がこうプレス行ってて、 いつもの京都やったら取れるやろうなってところで、ルキアン選手が気合いのボールキープとか、アイス選手ぶっ飛ばしたりとか、あれいつもと違うなみたいなのが、ちょっと今日の京都は多かったのかなっていう印象ですね。なるほど、まだ個人での打開力もそうやし、まだ一応プレスの、あの京都のプレスが来るだろうっていうので、まあ、対策みたいなのをしっかり。 ジュビロも用意しつつっていう戦いやったっていう感じですね。う特にこうジュビロの中盤の選手たちが、はい、まあ遠藤選手、山田選手、小森選手と、あと山本選手かな、はい。はいはいはい、ボランチこういろいろこう、前後にポジションチェンジしながら、うん、こう誰かが受けては受けて、受けては受けてってやってるんで。はい 京都の中盤の選手からしては相当捕まえにくかったのかなとは思いますね。ああ<ー>。そこでこう食いつきすぎたらルキアン選手にボール入ってみたいな。はいはいはい。ってところでなかなか難しかったのかなって思いますね。見ててうんなるほど。はい、まああとは、まあ今日はちょっとメンバーとかも大森選手が起用されたりとか。はいはい。あとは。 どうし鈴木選手が左で、はいえー、右に、えー、誰でしたっけ右が小,川小川選手起用されたりとかその辺の、はい、まあ選手の活躍であったりとかっていうのはどうでしたかまあその名前挙げてもらった中で言うと左のウィングバックの鈴木選手が僕のイメージはセンターバックとか。 をやってるような選手のイメージがあったんですけど。確かにまあいろんなポジションできますね。はい。はい。でもこの試合では左のウィングバックで出てて。はいこうな。なんていうんですかね、こう、まあ効いてたんですよね。シンプルに言うと。どういうところがですかえっと、こう、プレスがまあ後ろから、えー、京都の右サイドバックの飯田選手。はいはい。 からこうプレスがガチャーンってくるんですけど、はい、まずそこに対してこう全然こう負けてなかったというか、うん、そこでバチッと取られることはなくしっかり収めて中盤の選手に預けて、はい、でもう一回自分が受けたりとか、はい、で逆にその飯田選手が前に出てくることで空いたスペースにボールを転がして味方の選手を走らせたりとか。はいはいはい っていうところでこう奪い奪われどころにならなかったっていうのが多分良かったのかなとは思いますね<ー>鈴木選手確かに前からのプレスに対してやっぱそのサイドのねあの位置って結構奪いどころのポイントになったりとかはい、はい、一番プレッシャーが厳しかったりするじゃないですか、うん、やっぱそこでのプレー選択であったりとか、はい、っていうのがねまあ、けどやっぱ 右利きの選手をあそこ左に置いて、まあまあ、松本選手もそうやけど、ね、まけど、やっぱそこでね、まあ、ちょっと内側向きながら、まあ、ちょっと背中で背負うようなイメージとかも、うん、その中でボールを失わないっていうのは、すごい良かったのかもしれないですね。はいまあ、あとは守備の時でも、うん、大外の、まあ、飯田選手だったり、はい、ま宮吉選手に対してこう、強く当たれるんで、はい、そこでも起点を作らせなかったっていうのは。 結構でかかったのかなとは思います。なるほど。そしてですね、やっぱ、えー、我らが、遠藤選手。はいはい、<laughs> 遠藤選手、ちょっともう、やっとさんに関してはなんかもう、毎動画喋ってるんで、もなんか、いいとこもう、話すとこないんちゃうかな、みたいな感じはあるんですけど、<laughs> けど結局、やっぱりすごいっていうか。やっぱりすごいっすね。うん。あの、まあ、僕、ハイライトだけはね、しっかり見させていただいたんですけど、はいはい、ハイライトほとんど、 やっとさん来てんだよ <laughs> みたいな <laughs> うんまあ得点シーンももちろんですし、うん、うんうほんまにどんだけチャンスを作るんやっていうぐらいねあのやっぱピンポイントのパスクロスとかで本当にチャンスを作っていた印象なんですけどどうでしたかプレーはいやーやっぱボール奪われないですしさっき言った中盤のポジションチェンジの中で、うん。 相手のズレみたいなのを的確についてくるあたり、はい、まあこう僕らはこうカメラの目線で試合見てますけど、はい、こうやっとさんもそういう目線で見てるんかなとかうんうんうんこう見てて思ったり、はい、まああと今日見ててえぐいなって思ったのが<お>こう一つのキックフォームでいろんなとこ蹴れるじゃないですかいや確かにそうですね 今日はたま、シュートフォーム、あ、もうこれシュート打つっていう思 <laughs> ってた時にパス出したり、<laughs> はいはいはい、あ、これセンタリング上げるんやろなと思って縦にすぐパス出したり、はいな。なんかもう、そっちかいっていう出し方がいっぱいあったんで、うん。なんか、こうやってぼーっと見ててもそう思うぐらいやのに、はい。実際に相手にしてたら、めちゃくちゃ大変やろなって思いました。 いやもうほんまに、それはガンバ時代もやっぱめちゃくちゃ多かったですから、その、いや、そこでそれ見えてるみたいな。いや、あの、上から、上からの試合映像で見てるこっちですら見えてないところを、平面の遠藤選手が見えてるみたいなうん、めちゃくちゃありますもんね。で、あとね、その、キック精度に関して言うと、あの、ガンバの、だから、移籍する直前、 はい、と今のジュビロやったら今のジュビロにいるこのタイミングの方が特にロングパスとか精度上がってるんじゃないかなっていう<ー>うんなんかその、まあ、ガンバーでまあまあ30代前半ぐらいまでとかはまあまあキック精度すごい高かったんですけどまあ一回な足首の怪我2016年ぐらいかな多分もうちょい前かなぐらいに一回怪我があってはい、はい、でその辺からちょっと キック精度特にロングボール、ショートパスはやっぱうまいんですけど、うん、ロングボールの精度がちょっと落ちてた時期があって、うんね、だからあのセットプレーのキッカーとかも宇佐美選手に変わったりとか、っていうタイミングがあったんですけど、まあ、今はもうジュビロで普通にフリーキックとか、めちゃくちゃいいボール蹴ってるじゃないですか。やっぱそういうの見てると、なんかあの、復活したのかなっていう、そういうキック精度に関しても。うんいや マイ,マイボールマイボールいやらしいとこ蹴ってくるんで、はい、めちゃくちゃ面倒くさいと思いますけどねいやそうですよねでしかもでしかもねあのこの時期あのちょっと涼しくなってきたこの時期の遠藤選手 <laughs> エグいんすよねそうなんですよこのホンマに結構ねあのスロースターターなんですよシーズンによってはちょっと序盤は まあそんなにめちゃくちゃ調子いいかって言われたらそんなこともないっていうシーズンがあったりするんですけど、はい、もうこの季節はもう毎シーズン絶対調子いいんですよね、遠藤選手って。<laughs> ほんまにもう手がつけられない。まあだから結局やっぱそのシーズン終盤のまあ印象があるから、やっぱ J リーグベストイレブンとかもね、毎回コンスタントにね、入ってたりとかっていうのも多分あったんかなっていうぐらい。うん。この季節はほんまにすごいんですよ、やっぱ遠藤選手。 っていうのがね、ちょっと、まああるっていうのでね。まあだからそういうのも含めて、うん、まあだから、もう今も大、すごいパフォーマンスですから。うん。なんですかあの、だ足、あのー、ゴールシーンのパスとか。<laughs> <laughs> いや、うん。あれ、蹴れ、アウトサイドですよな、うん、あれ。はいはい。いや、だからインサイド、 もうしっかり蹴れてインステップでも蹴れてアウトサイドであんなパスを出せてっていうのはうん、うん、ど,どんな練習したらあれは蹴れるようになるっていう <laughs> はい素晴らしいねシーンでしたけどでまあ山田宏樹選手がゴール決めましたけどどうでしたか山田宏樹選手はいやーなんか改めてこうしっかり見ましたけどはいやっぱこうハイライトでやっぱゴール前の活躍とかが多いですけどはいやっぱり自陣でのつなぎとかうん でもなんか全然違くて一、はい、人に寄せられたぐらいじゃ慌てないしそこでしっかり味方をフリーにしてボールをつなげられるのが全然違うなって感じでしたね中盤でいやそうやっぱうまいですからねほんまにうま、はい、いしうまい選手やけどしっかりポジション立ち位置みたいなのも良くてうん、うん、っていうのがやっぱほんまに狂音好みな選手かなっていう。 やっぱ、ゴール前だけじゃないのが改めて分かりましたね、うん、やっぱ前線のタレントはほんまに豊富やなっていうか、うん、まあルキアン選手、まあ、それは決めれるやろうみたいな外してましたけど。うはい、あううまあ、あるあるっちゃあるある。いや、まあね、もういきなりあんなチャンス来るとは思ってなかったんでしょうね。っていう中で。まあ、けど、サンガもやっぱ強いじゃないですか。うん どうやったんですかサンガの方は今日に関しては、はい、まああいそのジュビロが関係してるのかわかんないんですけどちょっと詩選手がはいまあいつもよりはおとなしかったかなっていううんうんうんまあそれがこうジュビロが消してたっていうのもあるでしょうしはいまあそこがちょっと気になったところではありましたけどああなるほどはい まけど最後、イスマイラ選手とかも出てきてますけど、はいはい、どうでしたか、その辺のジュビロの守備とかいや、でも、やっぱ最後、ゴール前では、めちゃくちゃ体張って、動いてましたし、それは今日ともこう、お互い,お互いこう体張り合ってって感じでしたけど、うん、特にイス,ライ,マイスマイラ選手が出てきてからは、やっぱこう、はい 肉弾戦みたいなのも増えてきて、そうですね、はい。そこでもやっぱゴール前こぼれ球が生まれて混戦になって押し込むか押し込まれないかみたいな。うんうん。攻防でしっかり岩田の選手が体張って弾き返してたんで、うん。いやこれは優勝するチームやなっていう、お<ー>なんかあるじゃないですか、ゴール前の。いやそうですね。<laughs> アトレティコバリの粘りというか。はいはいはい。まあ、で、そこでやっぱ、 失点するチームっていうのはちょっと、はい、うん、まあまあまあ、あ、ここで取りこぼすかってなりますけど、うんうん、やっぱそこで耐えきるチームっていうのはほんまに強いチームですから。結局ゼロで抑えてますから。うん。なんだかんだで、ね。確かに。やっぱそこが強いっすよね。いやそうですね。まあだからほんまに、ジュビロ、まあここ、ほんまに3本動画取り上げて、まあかなり喋ってきましたけど、まあ、やっぱほんまに、 シンプルに強いというか。うん、で、特にやっぱ攻撃の面に関しては、ほんまに J1 で戦っても全然通用するんじゃないかみたいな、ここまでの動画でも結構話してきましたけど、まあ、今回で分かったのはほんまに守備に関しても、うん、あの、特にゴール前での、あの、引いて守るような守備、まあ、ロングボール放り込まれた中での対応とかっていうのは、かなり全然、はいはい、だイスマイラ、ウタカなんて。 <laughs> 強いでしょ、空中戦 J2 <laughs> 最大火力と言っても過言ではないいやそうなんですよそれをしっかりゼロで抑えたっていうのはかなりジュビロ的にも自信になるんじゃないかなっていうことで,そうですねいや、ほんまにまあ来シーズン楽しみやしまあこのまま J2 はしっかりこのまま突っ切って優勝して昇格も決めて来シーズン頑張ってほしいですね。そうでですねといといったところで 今回は終わりましょうかはいということであのー、まああの僕はワクチン2回目を打ったんですけど、はい、あのー、いや結構なめてましたね。あの副反応がねあのやっぱり出たんですよ。 1> 回,目1回目は全然出なかったんで、まあ、正直大丈夫やろなって思ってたんですけど2回目に関してはあの打った次の日に普通に僕の、まあ、コーチしてるチームにあの試合一緒に帯同してけどまあ午前中というかまあ昼ぐらいには終わる試合やったんで、まあ、なんとか行ったんですけどもうその時からもう結構しんどかったんですよ立ってるだけで結構辛いっていうか。 っってていう中で行帰ってきたらもう寒気とかもすごくてでもう頭痛もひどくてうわやばいなってまあまあけどまあまあ聞いてた話っちゃ聞いてた話やからまあまあ想定ないけどまあしんどいなってなったんですけど一個聞いてなかった話があってなんか歯痛いんですよ <laughs> なんかそのなんかめっちゃ歯痛くて虫歯なんかな,んかなちょこれめっちゃ心配なんですよ急に。 えうんあのー、コメント欄「インフム大会」もやってほしいんですけど、あのー、ワクチン打って歯痛くなった人おらんかっていう <laughs> ちょっとそれも聞きたいないう,うん副反応でいやそう想定外っていうかいそうですよね何かめっちゃ歯痛くて近く完璧的なだから冷たいもん飲んだらめっちゃスースーするし。 これ何なんやろうっていう、うん、一応ファイザーファイザーの売ったんでもし知ってる方がいたら、あのー、僕の方の Twitter、まあの個人とかでもいいんでこっそりちょっと教えてもらうと <laughs> もらえるとね、はい、ちょっと助かるんでちょっとよろしくお願いしますはいということで、えー、ここまでのお相手は美咲とでしたバイバーイ